にちは。こんにちは。はるかです。ベンツの眠り姫です。はい、今回の走りのインプレ動画はこちらですね。ダイナストーム持ってまいりました。エボなんとなく、そうなんとなくこれまあ珍しいダイナストームなんですけど、今回ちょっとあの姫さんに無理言って走りたいんですけど、まあ、無理でもないんですけどちょっと壊れたら嫌だなって狙い、ね、そう、青い方のダイナストームのオリジナルの方は、まあ、姫さんの展示用みたいな、でこっちがあの走り用みたいなですね。そうで、ちょっとあのこういうところで遊んでもらってるんですけど、うん、まあもうあれですよね、ちょっとあのダイナストームのなんかブラックスペシャル的な感じで、ちょっとガンメタに落としてもらって、そう、うん、これあれなんですよ、あのトップフォースエドとカラーリングを近づけたいっていうので、はい、ガンメタにしたっていう、それだけなんですよ、うん、かっこいいっすよね。ありがとうございます。その言葉だけでしょ。そう、姫さんのセンスが出ると思います。いや出ましたかねこれ ね、しかもねこの男前ダンパー、男前ダンパー別に前のが嫌だったわけじゃないんです。ただ色味的に合わせなかっただけ。青いからそっか。そうそれだけなんです。青アルマイトは確かにこっちのちょっといぶし銀的な、うん、こっちのが男前ですよね。まあなんかいい感じかな。うん、そう。でこちらはですね、時代的に自分的にちょっとあの旧車バギーのハイエンド、うん、そしてスーパースチュートの後のよりロングホイール版というか、より安定方向に振った感じ、うん、で、あの姫さんのこれ、あの当時もん の、 あのオプションの扱いのカーボン写真なんでかね、そんなのがついてるむしろこっちはあの展示用に持ってった方がいいんじゃねえかぐらいないやなんかこれね、ちょっと補強したりとかしてるんですよ、はい、これあの前オーナーさんが多分やってて、でそれをそのまま継承したって、はい、多分前のオーナーさんも多分分かってやってくれたのかな、ね、すごかったんですよ、はい、前オーナーさんがすごいあの書いてくれて、こういう風にしたらいいですよってアドバイスを書いてくれて、それを一応守ってですね、はずですね前オーナーさん見てますか、見てますか、見ててくれ、元気にしてますよそう、あんまり走らせてないけどでもこちらとしてはあの魂を引き継いでると思ってるんで、うん、ね、この文化をね、次に続けて重いっすかいいと思います、はい、はい、ほんとちょっとまあ壊さない、ちょっとあのアップライトとかちょっと当日あのひび割れてるのも分かったんで、それがね怖くて、あの行かないようにちょっとジャンプとか緩めにやったんですけど、でもほんと、うん、あのどうでした、安定志向というか、はい、あのリアの破綻がしないなっていう感じはすごい安心感で、ほう、ちょっとあの路面的に今もちょっと雨の音しちゃってるんですけど、日中ちょっと雨上がりで滑りやすかったんですよね。まあ本当に滑った人もここにいますけど、ね、あのコース内で受けるっていう、はい、綺麗にそう、はい、ラジオも滑ってんじゃねえよから自分からまさかっていう、今ね精神的にちょっとまだやだだぜひあのちょっとコスモを燃やして立ち直ってください、はい、次の回ぐらいでちょっと持ち直してるってですね、はい、って感じです、はい、でダイナストームですね、どうぞどうぞ。はい、ダイナストームです。はい、姫さんはダイナストーム2台持ってるんですけど、走行用ですね。はい、走行用とはいえ壊れたら泣きます。はい、この間あの仏様にもお祈りしてきましたですね。今祈りが届くように。はい、ですね。ドライバーよろしくお願いします。はい、あの満身創痍なので一周でジャンプを舐めるように行きたいと思います。はい。おお、ね、フロントナックル持て、そうですね、若干さっきのアッシー君に比べてちょっとアンダーを感じますね。ギアもこれに関係してますよね。早い。もう一度します。もう一度行きましょう。持ってフロントナックル。さっきの
コンカラーの悪夢死にましたか。コンカラーの2番目で2代目なので、あいつがむしろ叶ってくれてよかったね。ダイナストームが、ダイナストームね、ダイナストームが走ってる姿、ダイナストームでした。無事完走。